スノーキーこと小手川幸也です。この動画では FX 初心者さんで南アフリカランド円のスワップポイント投資に興味のある方、これから始めてみようかなと思われている方に向けてお送りしていきます。過去にもメキシコペソ円とかトルコリラ円に関する動画を数本公開しました。で、前回確かまあコロナショックの下中最中ぐらいだったと思うんですけども、その時為替レートは 6.5 円台でした。そこから現在は為替レート8円台半ばまで上昇し、スワップポイントコロナショック時に大きく下がっていたんですけども、急回復してコロナショック前の水準まで戻ってきております。はい。で、南アフリカランド円はメキシコペソ円と比較した場合に上下への値動きがある通貨ペアなので、時々安値圏まで落ちてくるので、そこで買えるとまあチャンスになるのかどうかっていうところですね。はい。で、メキシコペソ円スワップ投資の例も動画概要欄に貼っておりますので、合わせてご覧ください。はい。私が南アフリカランド円のスワップ投資をする場合の考え方、例をお伝えします。この例っていうのは推奨しているわけではないので、どうやったやり方でやるかっていうのはご自身の判断でお願いいたします。毎回、このシリーズ動画では初心者さん向けなのでお伝えしているんですけども、10万通貨の買いポジションを保有している時に為替レートが1円上昇すると10万円の含み益あるいは利益、逆に10万円の買いポジションを保有している時に為替レートが1円下落すると10万円の含み損あるいは損失となります。ここ覚えておいてください。はい。南アフリカランド円の月足チャートでリスクの方をご覧いただいております。史上最安値はコロナショック後につけた約 5.5円台後半ぐらいです。で、もしもまたこんな下落があったりとか、あるいはショック安があった時にスプレッドが拡大することがあるので、まあ、それを考慮すると、まあ、5円ぐらいまで下落しても耐えられるような買い方はしたいところです。それでは例のその1、元手資金30万円で7万通貨の買いポジションを持った場合のスワップポイントは、ということで、週末調査時、広瀬通商さんやライト FX さん、10万通貨あたり南アフリカランド円の買いスワップポイントはプラス150円あるいは少し超えていました。アイネット証券さんだと160円でした。で、今回150円が続いたと仮定して、試算を行います。はい。為替レートがこちらの時の必要証拠金の目安はこちらの金額となっております。先ほどお伝えしましたよね。1円下落した時にね、いくらの含み損になるか、いくらの含み益になるかということで、なので必要最低限の資金だけじゃなくて多く入れておかないといけないということで、この場合レバレッジが、約2倍です。で、 FX の中長期投資、スワップポイント投資とか、ループイフダンなどのリピート系 FX では2倍以下に抑えようという考え方がまあ一般的なので、まあギリギリそこなのかなと。はい。で、この150円に7万通貨なので 0.7 をかけると1年間でこちらの金額になり、これを30万円で割るとですね、年利期待値、川残用ですけども約 12.7%。 はい。まあ、月利 1% ぐらいだとなかなかいいかなっていうところなので、そこは超えています。はい。で、ロスカットラインが市場最安値よりも下なので、まあ、やや保守的な買い方なのかなと。で、ここの数量を増やしたのが次です。資金30万円で8万通貨の買いポジションを持った場合、ここの前提条件は同じ。はい。で、先ほどよりも数量が上がっているので必要証拠金が少し増えております。で、この場合スタート時のレバレッジが約 2.3倍、先ほどお伝えしました2倍をちょっと超えています。で、こちらが1年間続いた場合 43,800円となって、年利換算すると 14.6% なので、まあなかなか魅力的なのかなと。強制ロスカットラインに関しても史上最安値まで来ても耐えられます。はい。まあその大きく史上最安値を更新した時には耐えられないので、まあほどほどにはリスクがありますよっていうのがこの2つ目の例です。私ならまあこれぐらいのリスクの取り方がいいかなと考えています。はい。で、さらに数量を増やしてリターンを上げたい、その代わりリスクは高くなりますよっていうのはこの9万通貨。
はい、必要証拠金の目安こちらで、レバレッジが 2.5 倍です。はい。で、1年間、このスワップポイントがもし続いた場合ですね、5万円弱になります。これは年利期待値が 16.4 なので、16.4% 強なので、結構高めです。ただ、強制ロスカットラインの目安が、もう史上最安値を少しでも更新すると危険です。まあ、現状の為替レート、この動画投稿時点の 8.5 円からは結構遠いので、まあ、もしも為替レートが7円とかに下がってきたら入金するよっていう方は、このやり方でもいいのかもしれません。で、最後になんですけども、為替変動リスクがあります。つまり為替がこれから下がっていく可能性もありますよ。はい。で、史上最安値っていうのはあくまでも過去の数字なので、これから先にさらに更新するという可能性もあります。で、動画概要欄に追記があればご覧ください。特にこの動画1年後2年後にご覧いただいた方は、そちらチェックしてみてください。スワップポイントなりね、いろいろ状況が変わっている可能性があります。で、スワップポイントの変動リスクがあります。コロナショックの時に、世界各国どんどん利下げして、スワップポイントもすごい勢いで下がっていきました。まあそういったことがまた起こり得ますよと。で、いつもお伝えしていますけども、今回30万円の資金例なので、この10倍の300万円でやりたいっていう方は、まあ、1社に全額投入よりも、まあ、数社に分散した方が、例えば A 社のスワップポイントが大きく下がった時に B 社はあまり変わらなくって良かったなっていうことがあります。あと、メキシコペソにスワップ投資と南アフリカランドにスワップ投資、まあ、それぞれでやる場合は1個の口座でやるよりも個人的には別口座に分けた方がいいかなと思います。で、2年以上前ね、コロナショック前の買いスワップポイントの高さで言うと、高かったところは広瀬通商さん、JFX さん、ライト FX さんでした。参考までに。アイネット証券さんも高いんですけども、スワップポイント投資ってなるとスプレッドが若干気になるかなっていうところです。はい。で、不定期調査しているスワップポイント比較、まあ、こちら数ヶ月後とかにご覧いただいた方はぜひチェックしていただきたいです。あとは毎月3万円稼ぐ川山用などなど、いろんなことを、動画概要欄に貼っていますので、合わせてご覧ください。後ほどこの動画を文字に起こしたものも、この動画概要欄コメント欄に貼っておきたいと思います。この後は告知です。はい、先ほど名前が出てきました FX 会社さん、ここにないですけども、広瀬通商さんとも限定タイアップキャンペーンというのを行っており、私のブログサイト経由で口座開設するといろいろな特典が上乗せになるのでお得です。で、今回の本題とは違いますけども、暗号資産口座も私の紹介という形なら特典がついてくるので、こちらもお得です。動画概要欄の URL をぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は南アフリカランド円版をお送りいたしました。はい、私のモチベーションアップにつながりますので、 YouTube チャンネル登録、そしてこの動画の評価、そして新規講座開設のお申し込みは私のブログサイト経由で、していただきますと、そちらもモチベーションアップにつながりますので、よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。